はい、どうも皆さん、こんにちは。一応ね、10月31日、10日後のね、火曜日に行われる、第15回門別競馬第1日、ハソジョーク8時ジャストゴロ。一応ね、2歳馬の、距離1800メートルの、出走頭数14頭。北海道2歳優勝競争ね、ボバ、ヒンバ、混合戦。まあ、ヒンバはね、短距離レースがあったはずなんで、多分そんなには来ないかな。ヒンバに関しては、まだないか、ヒンバ。あった。エーデルワイスがやっぱりね、1200ありました。多分今回ね、ボバメインですね。一応 JR エーバの方からね、なんとか出てましたんでね、そういうのをお知らせしたいと思います。まず JR エーバから、出走選定馬と補欠馬がね、出てました。まずお知らせします。JR エーからドンフォルティス、あとフィールシュパース、一応田辺博信騎士で、エントリー。そしてマイネル・オスカル、ルヴァンス・レーブ号。補欠にマッスルム・マサムネ。マイネル・アンファン。そして、ムルシェラゴは、戸崎啓太騎士で補欠エントリー。あとは、サージュ・ミノル号に、名村・アッパレ号。で、以上のね、選定馬4頭と、補欠馬5頭。でね、ちょっとね、問題はこちらでございます。地方立ち区馬。南関東とかね、他の競馬場からもね、エントリー4頭できるんですけどね。まさかの選定化の頭数が4頭でね、エントリー馬1頭しかいないんで、枠削られております。そのだから、エンジェルアイドル号がね、2歳牝馬、一応出るみたいです。まあ、おかげでね、その減らした3枠分をね、同英馬に当てはめたんでね、ちょっと同英馬のね、選定が多くなっております。サザンビグラス、ストロングハート、JRA でもね、制覇したダブルシャープ号、まあ多分石川山田騎手ですかね、ハッピーグリーン、マッドドッグ、ミスターバッハ、森のラスボス、山のファイト、竜のユキナ、以上のね、9頭が、一応選定馬。そしてね、補欠馬が、リコーパイソン、パキラパワー、ソイカウボーイ、デニストン、東ウィザード、DS ソアラ、コスモバレット、ユニバーサルライト、ダモンデ、サンテプリエールですね。で、補欠馬、最後7光。以上のね、11頭。そしてね、所属馬決まるのが、10月26日。5日後の木曜日ですね。一応 JRA 所属馬の、騎乗予定騎手の発表及び繰り上げ、締め切りは一応ね、10月26日。で、地方立ち区馬はね、10月25日。で、同英馬に関しては28日。になってますんで、まあ、このままね、園田のみの馬の出場なんですかね。まあ、今からエントリーできるかちょっとわかんないですけど、まあ、まだね、出走馬予定及び騎乗騎手との発表。まあ、騎乗騎手の発表なんてもう無理ですかね。出走投票は10月28日土曜日か7時半から、馬番確定は同日の11時と。出走予定馬の発表以前に、辞退馬があった場合には補欠馬の中順次繰り上げ出走できるものとする。まあ、ちなみに、そしたらね、ここの尾行にね、回避って出てね、したら繰り上げの方、補欠の方にね、これちょっと補欠の優先出走、まあ、てかな、補欠ってもね、これね、一番上からね、出れるんでね、補欠馬に関しては。だからそうなるとね、7光とかは結構きつくなると思うんですけど。まあ、リコーパイソンなんか出てほしいですね、個人的にですけど。まあ、全然ね、出場予定機種ね、JR エーバに関して、あとね、門別馬に関してね、決まってないんで、ちょっとね、予想していきましょうかね。またね、時間長くなってしまってね、申し訳ないですけど。まあ、JR エーバに関してはね、俺、そんなにね、JR 競馬ね、興味ないんで、もう適当に行きます。まず、ドンフォルティス。ボバ2歳、クリゲの馬。ドンフォルティスと。ドンフォルティス号。ありゃー、これ騎手きついっすね。前走は、500万元の試合、武豊騎手で制覇。2歳未勝利、ミルコデムロ騎手で、新馬小牧太騎手。どうなんのかな、騎手。まあ、そうなると、ミルコデムロ騎手か。まあ、俺だったらミルコデムロ騎手がいいな。そして、フィールシュパース号。なんか場面長いな。フィールシュパース号なんですが、まあ、この子もすごいっすね。新馬戦、戸崎啓太騎手、芝、失敗、5番人気13着。
で、ダート、未勝利戦、田辺弘信騎手で制覇。前走プラタナス賞500万騎東京は、武豊騎手で3着。まあ、田辺弘信騎手無理なんで、戸崎啓太騎手無理なんで、うん、そうなると武豊になるのかな。ってことは馬負けるぞ、これ。そしてマイネロ・オスカルゴ。マイネロ・オスカル号は、お、こちらもクリゲか。お、サラブレットクラブ、ラフィアンの話ですね。あ、書いてあった。50口限定で1口34万円。トータル1700万か。たっけぇ。父ちゃん、エスポワルシチ。いい馬だなぁ。冠名プラス人名よりっていうことなんでね。まあ、多分マイネロが冠名になるのかな。一応ね、このサラブレッド、あのクラブラフィアンのね、こっちのマイネルアンファーもね、マイネルがついてるんで。マイネル？気のせいかな。あれ？つい最近、JRA で同じ冠名で遮光したのってあれ誰だ？マイネル？もう違うか。まあいいや。この子はね、可愛いです。ダート 1400m の新馬戦、みゆきひでや騎手で制覇。まあ乗ってくれ、このまま。まあみゆきひでや騎手ね。俺個人的に今ね、JRA の中で2番目に好きなんでね。まあ、一番好きなのは岩田騎手ですけど。乗ってくんねえかな、なんか。そして、美穂からの、唯一の、選定馬、ルバンスレーブ号。ルバンスレーブ号に関しては、なかなか出てこない。パンクしたか？あ、出てきた。父ちゃんシンボリクリスエス、母マエストラーレ。馬主は G1 レーシング1口、60万円で計40口。2400万か。へえ、すごいね。社代コーポレーションの生まれ。風立ちぬ。カッコフランス。普通って書いてますね。ミルコデメロ騎手で新馬制覇。プラタナス賞ミルコデメロ騎手で制覇。あ、そうなるとこっち確定でミルコデメロ騎手だな。わざわざ立東の馬なのに新潟と東京来たんだ。確かに2歳戦ってあんまりねえからなぁ。あっちの方か。立東方面そんなに。まあ、そうなるとあれか。ドン・フォルティス号誰になるのかな。まあ、適当にクリストフル・メール騎手でも入れときましょうかね。すっげえ最低ですけど。まあ、多分ね。今のね、JRA はね、外人使いっていう風習あるんでね。まあ、仕方ないですけど。そして、園田から、失礼、兵庫競馬だ。園田競馬。姫路園田？あれ神戸県？あれどっちだっけ？あれ兵庫県神戸市だな。姫路でいいのか？まあいいや。兵庫競馬のエンジェルアイドル号。多分兵庫って園田っていいのかな？ちょっとね、間違ってたら申し訳ございませんね。エンジェルアイドル号。なんか可愛い名前ですね。金馬か。やっぱりそうだな。父ちゃんタイムパラドックスで、母ゴーゴーサンデー、母の父金亀。園田で合ってますね。回線パンクしたか。園田競馬で初出走は下原治騎手2着。その後、大山慎吾騎手で1着2着、JRA にて4着。園田プリンセスカップ5着で、金沢シンデレラカップ10月17日。あ、つい最近じゃん。一応7、9番人気7着なんで、まあ多分大山慎吾騎手ですかね。そうなると、この子は。まあこれはね、あくまでもね、俺の予想なんでね、ご注意ください。そして、地方、失礼、同エヴァの方行きましょうかね。ではね、同エヴァの方見ていきましょうかね。まず、サザンビグラス。こちらは。サザン。サザンビグラスは。回線がパンクしてるの遅くてちょっと申し訳ございませんね。父ちゃんサウスビグラス。
で、母ちゃんがスプライトダンス、母の父ダンスインザダーク。南のプラス、父名の一部、父名から連想。ああ、なるほどね。5戦3勝。新馬戦、石川山と騎手で JRA 人気制覇。栄冠賞が、五十嵐騎手で制覇。ブリーダーズゴールド、ジュニアカップでいいのかな、これ。ブリーダーズゴールドの、レースを、一応ね、五十嵐騎手で制覇。で、JRA 人気ウィナーズチャレンジ、2回目。これが一番人気2着。で、前走サンライズカップ、石川山と騎手で3着。まあ、そうなると、五十嵐騎手乗った方が面白そうだな。そして、まあね、次、ストロングハート行きましょうかね、そしたら。ストロングハートは知らねえな。JRA 走ったことあるのかな？ストロングハート号は、こちらも5戦3勝ですね。サウスビグラス、母、ファーストレディ、母の父、スマートボーイ。強い心という意味ですね、場面の意味。全部阿部竜騎手が乗って、認定、JRA 認定フレッシュ競争制覇、フルールカップ4着。リリーカップ制覇、フローラルカップ2着。前走のエーデルワイス賞は、制覇ということでね。まあ、阿部竜騎手でこれ本命にしましょうかね。まあ、って言いながらね、多分ダブルシャープ本命にすると思いますけど。そしてね、ダブルシャープ号。まあ、これに関しては正直ね、石川大和騎手で、確定させたいんですけど、どうなんのかな？まあ、JRA のね、いつだったかな？ 2000 ぐらい前の JRA もね、制覇してるんでね。まあ、ただ前走はね、バカが遮光してね、その被害被ってね、6着か。東京、サウジアラビアなんとか。で、札幌2000ステークス3着、クローバー賞を制覇と。まあ、これ多分石川大和騎手乗ってくるんじゃないですかね、JRA から。まあ、JRA もね、含め全5走乗ってるんでね。まあ、前走のね、サウジアラビアのなんかです、本当にバカが遮光したんでね。そのバカ誰だっけな？石川大和騎手と。そしてハッピーグリーン号。ハッピーグリーン号。ハッピーグリーンは。父ちゃんがローエングリン、母レディセラビ、母の父アグネスタキオン、嬉しそうな笑いっていう意味ですね。かわいいじゃん、名前。で、男の子か、面白いな。一応ね、前走サンライズカップ H2H 競争か。サンライズカップ H しか出てこない。一応ね、それが、2着。スズラン賞の芝1200が3着、服部隆文騎手。コスモス賞3着、服部隆文騎手。JRA にてターフチャレンジ、服部隆文騎手で、制覇。栄冠賞が H2、吉原弘人騎手で2着。JRA 認定ウィナーズ競争、戸崎圭太騎手で2着。JRA 認定フレッシュチャレンジ、万野が騎手で1着。まあ、そうなると服部隆文騎手かな。マットドッグ号。マットドッグか、誰乗ってんだ。マッドドッグ号、父ちゃんがパイロ、母、スマイリングルーラ、母の父、ダンスインザダーク、馬名、凶暴な。マジか。4戦2勝。新馬戦を、井上俊彦騎手で制覇。2位カップのライオンズクラブでいいのかな？井上俊彦騎手で2番人気9着。JRA 認定ウィナーズチャレンジ制覇。前走川崎鎌倉記念は、真島大輔騎手で2着と。マジか。じゃあ、マシマキシ行っちゃえ。あ、待って、いつだ？ 24？24？ 24。あ、31か。あ、じゃあダメだ。追い返されじゃん。かわいそう。まあいいじゃん。重賞馬乗ってやれよ。せっかく乗せてもらったんだから。マッドドッグ。一応、井上俊彦騎手にしときましょうかね。そして、カッコ、多いマシマにしときます。やべ、ボールペンがなくなってきたな。そして、ミスターバッハ。音楽的って絶対出そうな気がするな、場面。ミスターバッハは、
9戦2勝、父ちゃんサウスビグラス、母クリペール、母の父大気シャトル、継承プラス人名より。あ、やっぱりそうか、音楽のバッハか。これは、新馬戦、山本咲と騎手制覇、JRA にてウィナーズ、フレッシュチャレンジを制覇し、JRA にてウィナーズ競争が、オープン戦6着、ルビー特別3着、JRA にてウィナーズチャレンジ3着、ブリーダーズゴールドのレースを5着、JRA にてターフチャレンジ、宮崎光騎手乗り換わり3着、で、日商プロパン石油特別、山本咲と騎手で、制覇。イノセントカップが山本咲と騎手で2着、サンライズカップ、H テイスが、5着ということで、まあ山本咲と騎手にしときましょうかね。そして森のラスボス、これはなんか聞いたことあるな、まあね、宮崎光行騎手出てねえよな、まだ。となるとこれ宮崎光行騎手か。森のラスボスは、父ちゃんエスパール父、母山市ジャスミン、馬主名プラス最後のボス、これ五十嵐フィキシュね。なんだ五十嵐フィキシュってことはサザンウィグラスと被ったのか。全部五十嵐フィキシュになってますね。認定フレッシュ競争が2着2歳未勝利制覇、 JRA にタッチアップチャレンジ2着、そして4戦目にし JRA にアタックチャレンジ制覇。で、2017年9月6日の、JRA にアタックチャレンジも制覇か。そしてジュニアグランプリ盛岡の芝も五十嵐復帰制覇。前走鎌倉記念。失礼、10月11日来てますね、五十嵐復帰で。あ、俺絶対馬券流したな。失礼、最低ですよね。五十嵐復帰なんで、どうなんのかな、サザンビグラスも出てるからな。まぁ、あ、ちょっと一応五十嵐復帰しときましょうかね。まだあのね、誰だっけ、宮崎光行騎手残ってるんでね。そして山のファイト号、山のファイト、こちらが、こちらも父ちゃんエスパールシー、母 KI リード、母の父フォーティナイナー、場面の意味載ってないですね。8戦4勝、新馬戦、水野かける騎手で、2着。阿部龍騎手で JRA にアタックチャレンジ制覇。JRA 認定ウィナーチャレンジ。松井新也騎手で制覇。栄冠賞の H2 が3着。函館2歳ステークス阿部龍騎手で13着。コスモス賞が阿部龍騎手で9着。イノセントカップ制覇し、サンライズカップも連覇と。阿部龍騎手は、ストロングハートで名前出ちゃってんな。まぁ、ちょっと一応入れときましょうかね。まぁ、あとはね、回避したり、それね、もろもろかかってくるんでね。そうなると、ストロングハートと山のファイトに、森のラスボスとサザンビグラス。そして、最後、竜の雪なんですね。これが。竜の雪な。父ちゃんバーミリアン、母ネオカラー、母の父黒船、冠名プラス野菜の一種。そうなんだ。野菜の一種なんだ、これ。待って、これどういうことだ？どっちが冠名？どこまでが冠名だ？竜のキングダムっていう馬が過去にいたんで、多分竜のがあれっすね、冠名ですね。で、ユキナが野菜名。へぇー、そうなんだ。そんな野菜逆にあるんだ。全部で7戦3勝っすね。あら、この子すごい。フレッシュチャレンジ、五十嵐復帰で2着。アタックチャレンジ、五十嵐復帰で制覇。2カップライオンズクラブ、4番人気で制覇し、JRA にターフチャレンジが4着。9番人気でスズラン賞の芝制覇し、カンナステークスが、中山競馬2番人気5着と。あ、それであれか。あの、大井の入院してる騎士のところお見舞い行ったとかって、なんかツイッターでしたのか。そして前走の JRA にてウィナーズチャレンジは1番人気4着。となると、五十嵐復帰1人で3頭か。乗りすぎー。やっぱすげえな。まあ、五十嵐騎手つったらね、JRA にも殴り込みかけた。まあ、歴代のね、いい騎手なんでね。俺、結構五十嵐個人的に大好きなんでね。まあ、ゆくゆかサイン欲しいんですけどね。
なかなか同意行くチャンスねえんだよな。まあどうなりますかね。一応名前が出てない有名機種で言うと、宮崎光幸機種に、田野豊和機種。一応井上寛太機種も出てないし、坂野岳機種も名前は出てないですね。まあ、そうなるとね、サザンビグラスとストロングハート、そしてこの辺ですね、森のラスボス、山のファイトに竜の雪な、まあ、この辺がね、ちょっと騎乗機種どうなるか見ものですね。まあ、上にか、JR エヴァに関してはね、まあ多分クリス・フルメール機種も出てくると思うんですけど、まあこれはね、あくまでもね、俺のね、個人的な予想なんでね、詳しい決定は、こちらですね。一応、JRA 所属馬の、機種発表が10月26日で、立ち馬が25日。で、同エヴァに関しては28日なんで、まあ、28日のお昼頃、まあ土曜日ですね、来週の。そうしましたら多分馬番等もまとめて出るみたいなんで。そうしましたらね、また、別動画でね、お知らせしたいと思います。っていう感じで、ちょっとね、まあ本当に2本連続でね、長い動画になってしまい申し訳ございません。今9時半なんで、どうしようかな、9時半なんで、ちょっと電話のデッキ1個探していきましょうかね。あの白騎士のデッキだけがどうしても見つからないんでね。で、明日菊花賞か。まあ、菊花賞興味ないんでね、どうしようかな。そもそも今 JRA にもともと興味がないんで、最近なんか。北高たるまえもいないし。もう10ヶ月だって言うなって言われますけど。まあ、JRA の予想に関してはね、地方馬が出るときのみをね、やるつもりなんで、そうなるとあれか。残ってる、まあ、他地区での重賞を含めると、まあ、来週のあれか、船橋競馬の平和賞か2歳戦。で、敗成功記念とか出したし、川崎のローレル賞が11月7日。で、ロジータ記念が翌日の8日。まあ、ロジータ記念とかっても出てんのかな？まあ、多分ちょっとわかんないですよ。見てみよう。まだ出てないっすね。出てねえか。じゃあね、一旦お昼のね、ドラマ始まるまで2時間ぐらいね、ちょっとね、アップロードしながら寝ましょうかね。というわけでね、アップロード終わり次第ね、編集してね、まあ一応ね、まあなんかしますんでね。まあ、気が向いたらね、次の動画の、あ、そうだ、コメント一応ね、返しましょうかね、もう1回ぐらい。っていう感じで、待ちましょうかね。というわけでね、一旦、コメント返しの動画出したらね、2時間ぐらい寝ますんでね、先にコメントの動画撮りたいと思います。ではね、次のコメント動画でお会いしましょう。ありがとうございました。